いたメールに一つ一つラベルをつけるのは面倒なので、メールが届いたら自動的にラベルがつくように振り分けを設定しましょう。今回は教頭先生から届いたメールが全て管理職というラベルが自動でつくようにします。教頭先生から届いたメールをクリック、上ツールバーの縦3点リーダーその他をクリック、メールの自動振り分け設定をクリック、フィルターを作成をクリック、ラベルをつけるにチェックを入れてラベルを選択を展開。今回は新しいラベルをここで作成します。新しいラベルをクリック、管理職と入力して作成をクリック、一致するスレッドにもフィルターを適用するをチェックにしてフィルターを作成をクリック、受信トレイに戻ります。管理職のラベルをクリックすると教頭先生からのメールがすべてここに表示されています。試しに教頭先生からメールを送ってみましょう。ギガ先生にメールを送りました。ギガ先生にメールが届きました。すでに管理職のラベルがついています。管理職のラベルを確認すると今届いたメールが表示されます。超絶簡単です。